マイケル・デール・マイク・ハッカビーは、アメリカ合衆国の政治家、聖職者、司会者である。所属政党は、共和党で、元アーカンソー州知事。宗教は、福音派で、南部バプティスト。ドーハの牧師でもある。1955年8月24日に、アーカンソー州ホープという、小さなコミュニティで誕生する。父のドーシー・ワイルズ・ハッカビーは、 消防士で母の名ハッカビーはガス会社で働いていた。また彼には現在小学校の教師をしているパトリシアハッカビー、ハリスという妹がいる。貧しい貧困層で育った。貧しいながらも彼と妹の幼少期は家族の愛情を受けて育った。ホープの高等学校を卒業するとシタバプテスト大学に進み、ジャネット・マケインと出会い交際の末、 1974年に結婚した。大学卒業後のハッカビーは結婚したジャネットと一緒にテキサス州ダラスの南部バプテスト神学校に行き、ハッカビーはそこで神学校で学ぶが中退して著名なテレビ伝道士であるジェームズ・ロビソンのスタッフとなった後、1980年から1992年まではバプテスト教会の牧師として活動。 アーカンソー州バプテスト連盟の会長職も務めた。政治キャリアのスタートは1992年の上院選挙でアーカンソー州の共和党候補として初出馬するが敗北。翌年、大統領就任に伴い同州知事を退任したビル・クリントンの後任にジムタッカー副知事が昇格したため行われた。 副知事選挙で勝利し、1994年には再選を果たした。当初は1996年の上院選挙への出馬を予定していたが、タッカーがホワイトウォーター疑惑に絡んで退任すると、州知事に昇格し、以後再選を重ねて2007年1月まで務めた。ハッカビーとクリントンは政治的信念をことにする一方で、アーカンソー州ホープの出身でともに、 周知事を務めた共通点がある。社会問題の多くにおいては、共和党内切手の保守派として知られ、妊娠中絶、同性婚を人する。創造論を信じており、個人的には、ダーウィンの進化論に賛成しない、学生は創造に基づいた理論の授業を受けるべきとの見解を示している。また、親イスラエル派でもある。 2009年8月にイスラエルを訪問した際にはパレスチナの独立に反対すると発言した。2011年1月31日にはエルサレムでの入植活動を推進する団体エルサレム開拓プロジェクトの招待を受けて共和党支持者として有名な俳優のジョン・ボイトと共にエルサレムを訪れてユダヤ人入植者らを前に講演した。講演でハッカビーは 私がアメリカ人だから、キリスト教徒であるから、白人であるから、英語を話すからとの理由で、アメリカの特定の場所に住むことができないなど想像もできないと述べ、神から与えられた土地を併合する権利がユダヤ人にはあるという入植者たちの見解を指示した。また、エルサレムはイスラエルの永遠の首都であるとし、エルサレムの東西分割に反対するとした。しかし、 移民問題で不法移民の指定の教育機会を重視したり、州知事時代の社会保障や税制政策において、やや大きな政府を施行する傾向が見られ、また、ブッシュ政権の外交を傲慢であるとして批判するなど、共和党保守派とは一線を画する独自の政策傾向も持つ。州知事退任に伴い2007年1月28日に2008年。 アメリカ合衆国大統領選挙への出馬を表明した。当初は放末候補の一人に過ぎなかったが、宗教保守派が支持できる本命候補が不在と言われる中、当初期待を受けたフレッド・トンプソンがシリスボミとなると一躍保守の本命として支持を集め始め、それともに州知事時代の実績や巧みな部演説、集会でベースギターを演奏するなどといった、 親しみやすさ、好感度の高さが全国レベルでも注目を集めていき、11月以降支持が急上昇、討論会などでも高評価を得た。ハッカビーは対立候補に対する個人攻撃は避ける傾向にあったが、序盤戦で同じように優位に立つミッドロムニーに対しては、死刑制度や妊娠中絶で選挙後意見を変えたことを問題視して批判を強めた。 社会政策について、具体的に言及する一方、経験の少ない外交安全保障政策については多くを語ってこなかったが、2007年12月には、ホーリンアフェアーズに寄稿し、イラク政策については、陸軍や、ジョン・マケイン上院議員が主張している兵力、増強論を支持し、早期撤退論は危険だとの認識を示した。また、マケインに対しては、 かつての輝かしい軍歴や同戦争を一貫して擁護し続けているぶれない姿勢を高く評価している。その一方でイランの核武装については経済制裁の余地に言及しながらも対話を通じた解決は可能との認識を示し、イランへの強硬姿勢を崩さないブッシュ政権を批判した。これに対しライバルであるロムニーが大統領に対し比例説と応酬した。 2008年1月3日に行われた初戦のアイオワ州党員集会でミッド・ロムニーに圧勝して全米を驚かせた。予選を狩る形で保守職が色濃い1月19日投票のサウスカロライナ州予備選挙の勝利を狙ったがジョン・マケインに敗北を喫した。2月5日に実施された全米21州での予備選挙、党員集会、いわゆるスーパーチューズデーでは、 大規模州で、マケインが大勝し、大勢が決まったが、ハッカビーも地元のアーアカンソー州、ジョージア州など南部5州を獲得し、マケインの保守層からの支持の脆弱さを示すことになった。その後も選挙戦継続の意思を示し、カンザス州の党員集会、ルイジアナ州の予備選で勝利したが、3月4日に、テキサス州など4州での予備選挙で、マケインに敗北した後、 選挙戦からの撤退を表明。これにより、マケインの指名獲得が確定した。なお大統領選挙では、俳優のチャック・ノリスが応援団長を務めたほか、サウスカロライナ州のデイビッド・ビーズリー元知事や、フォーカス・オン・ザ・ファミリーのジェームズ・ドブソン代表、テキサス州の新聞、ダラス・モーニング・ニュースが、発火 B 指示を表明していた。大統領選挙は、敗北に終わったが、 2007年の暮れまでに1%から3%程度の支持しか得られていなかったことを考えると、今後の政治生命に大きく、プラスに働いたことは確かで、今後の動向に大きな注目が集まっている。上院選挙への出馬が取り沙汰されているほか、マケインの指名獲得が確実になって、以降は副大統領候補としてもしばしば名前が挙がっていたが、大統領選挙の本選は、 フォックスニュースのコメンテーターとして迎えた。撤退後の2008年6月に来日、教育問題や大統領選の展望について講演。10月からは、フォックスニュースの週末にトーク番組、墓日のホストとして出演している。2012年に予定される次期大統領選の共和党有力候補ともされてきたが、本人は出馬を否定している。 2012年アメリカ合衆国大統領選挙では共和党の最有力候補として世論調査でも高い支持率があり出馬の推測がなされていたが彼は2011年5月14日に出馬を否定して出馬しなかった2015年5月5日に2016年アメリカ合衆国大統領選挙への出馬を表明した2016年2月1日 同選挙からの撤退を表明する。ハッカビーは若い頃の学生時代から趣味でベースギターを弾いていた。1996年にアーカンソー州知事だったハッカビーと彼の幹部スタッフらでキャビトル・オフェンスというクラシック・ロックのバンドを結成し、ハッカビーはベースギターを担当していた。ハッカビーの選挙運動から政治的なイベントやパーティーなどで演奏が披露されていた。 2008年アメリカ合衆国大統領選挙でも、ハッカビーは得意のベースギターを弾いて、自身の選挙アピールをしていたが、2013年にバンドは解散した。もともとハッカビーは若い頃は太っておらず痩せていたが、太り始めて、肥満体になっていった。肥満体になって、糖尿病も患っているが、2008年アメリカ合衆国大統領選挙出馬の際には、 大幅なダイエットに成功してスマートな体型であった。しかし大統領選挙が終わった後は現在に至るまで再び肥満になってしまっている。ちなみに二人の息子であるジョン・マークとデイビッドも肥満体である。妻はジャネット・マケイン・ハッカビーで子供に長男のジョン・マーク・ハッカビー、次男にデイビッド・ハッカビー、長女にサラ・ハッカビー・サンダースとなっており、 黒のラブラドールレトリーバーの犬を一匹飼っている。長男のジョン・マークは俳優や作家などでも活躍し、アクション映画バックラッシュに悪役で映画に初出演し、2014年のアメリカイマジン・ザ・ワールド・ウィズ・アウト・ハーにも出演。作家としてはチャーリー・ミューズ、ア愛・フォー・アン・アイなどに関わり、2005年には脚本制作にピコ・フェローシップを授与された5人の一人であった。 また、2013年に設立した映画などのエンターテインメント産業の制作会社プレジデント・オブ・プロカーンの CEO を務める。父親の選挙でも運動員として手伝う。次男のデイビッドは、モーゲージブローカーである。また、動物保護法律基金は、彼が18歳のボーイスカウトのカウンセラーとして、仕事を解き、キャンプに来たのライヌを19歳のクレイトン・フラティーと一緒に拷問して、 吊るし上げて殺したと主張していた。野良犬の殺害があったことは、ハッカビーは認めているが、デイビッドの友人のフラッティーが、最終的にすでに弱っていた野良犬の殺害したので、息子は関与していないと否定していた。長女のサラは2008年の大統領選挙で、父親の制作ディレクターを務めたブライアン・サンダーズと結婚した。二人の子供もいる。 現在でも父親の選挙で運動員として手伝うほか、ドナルド・トランプ政権でホワイトハウス報道官を務めた。マイク・ハカビーイン、イスラエル・イスラエル・ナッシュナル部、2010年2月9日、米共和党ハッカビー氏、次期大統領選不出馬を表明。 アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルスラッシュポリティックススラッシュ2799929スラッシュ7217567アトムソースイコールアフプブアトムミディアムイコールトピックスアトムキャンペーンイコール TXT トピックス2011年5月15日閲覧元アーカン総ー州知事 米大統領選に出馬表明6人目の共和党候補。ロイター。h t t p j p ロイター c o m アーティクル。マーガツニズ。イジピール 4N0XW424 億2015万5052015年5月9日。閲覧。共和発火 B 氏。選挙戦から撤退。日本経済新聞。 http://www.nickey.com スラッシュアーティクルスラッシュ t g x k a s g m 2 2 if 0 2 h 2 z s 6 a 2 1 0 0 1 i f 0 0 0 2 0 1 6年3月12日閲覧ジョンマークハカビー imdb ありがとうございます